でもいつもそんな相手の映像とか見ないってこう鶴谷先生とかから言われたことを、まあ、自分で考えて練習したりとかそういう感じですね。今回ってあのその対戦相手、まあ、そんな映像見ないとはいえ自分なりにどこを強化とか特にしたんですか？そうですね、でもやっぱり相手も同じ寝技系、タックル、テイクダウンとか、まあ、ブランドの強い選手なので、まあ、そこで負けたら自分も負けついてしまうんじゃないかって考えて、やっぱそういう面で自分のグラウンドも強化したし、打撃もやりましたね、結構。今回大きな結構舞台っていうテレビの放送もあって、あの周りから周囲から友達とかからってどういう反響などありますか？結構でも連絡来たりとかすごいね。あと学校でも声かけられるようになりました。他の全然喋ってない人から声、そうですね、はい、全然調べるから声かけられました。反応がだいぶ、はい、その発表してからはい、変わります。今のコンディション的にはいい感じで、じゃあ準備はできている？そうですね、今もバッチリしてます。あ、いいです。はい、はい、他に質問あるか。鶴谷代表からはいろいろアドバイスいただいたそうですけれど、はい、お父様からは何か、お父さんもやっぱ結構、はい、お父さんは結構相手の動画とか見るで見てなんでお父さんからもやっぱいろんなアドバイスありましたね。こうしたらこうだとか結構、そうですね、鶴谷先生とお父さんどっちもアドバイスくれました。今回一緒に大臣に柏で練習している那須川天心選手がいますけれど、はい、一緒に練習されたりしますか？天心が一緒に練習します。お互いに励ましあってというか、アドバイスし合ってというか。そうですね、天心の練習、そんなでも会話はしてない。なんか普通に学校の話とかしたりしましたけど。話せたり。学校のどういう話をするんですか？なんか、どこの高校行ってるんですかとか、普通のそういう会話ですよ。今回やっぱりその大事に出ることで、まあ、例えばそのいろんな人が外資家人に出る人とかもたくさんいるかと思うんですけど、そういう人たちにどういった自分をそのアピールしたりしないですか？そうですね、やっぱテレビとかに放送されるかもしれないんで、やっぱり格闘技面白いんだなっていうのを自分が伝えられたらいいなと思います。試合たくさん組まれる大会ですけど、ちょっと対抗意識みたいなのありますか？いや、対抗意識はそんなくて、やっぱでも女子の試合のトップバッターとして試合させてもらうんで、そこは自分が一番として今勢いある試合にしたいなと思います。試合かというと普段ケージの試合が多いんですけど、今回リングということで対策とかイメージは？そうですね、やっぱ今までケージの方が多かったんですけど、この間のディープもイメージの時もリングだったんで、そんなに別に気にせず試合しようかなと。